大岩神明宮は愛知県豊橋市にある神社。社殿によると、東神明宮は古く文武天皇2年に岩屋山、南山六、笠に、岩根の昭王大岩の里人によって創建祭祀されたと伝えられている。昭和元年、北条貞時のよ、豪民は岩、八山六より南の方本郷へ移住したので、翌年昭和2年神明宮も本郷へ、遷宮方祭した。 天正十一年街道替えのため、豪民は本郷から元屋敷に引っ越し、六十年後の昭法元年に川宿か宿のため、さらに今屋敷に引っ越したが、新名宮は昭徳二年二月において本郷より現在地に遷座した。東新名宮は古来より部門武将の数計厚く、織田信長は人大孔を寄進して戦勝を祈願し、徳川家康は、 ご主印社両密井仕事を立て祭り、継ぎ目して、明治維新に至った。明治四年孫社に劣せられ、明治四十二年九月新鮮平白とも新し、参考ご指定者となった。昭和八年十月新名宮、聖殿本殿平殿拝殿のご改造には、宇治古数経者は総力を挙げてご奉仕し、盛大に戦宮の大祭を放祭した。法人、新名社として、 包括団体神社本庁参加神社としての承認を受け、さらに54年後の平成16年7月神社本庁の承認を得て、古来からの社名を復元し、大岩神明宮と改称した。祭神は、アマテラス大神家で、毎月第1日曜日に、月次祭がある。祭礼は、毎年10月の第2土曜日に、宵い祭りがある。岡倉法納若連寸劇。 手筒花火放浪などがあり、夜店も賑わう。翌日の本祭には、子供みこし、持ち投げなどがある。宇治子数3600余度を数える、豊橋市内屈指の大社である、JR 東海東海道本線、二川駅。